もしもし。お疲れ様です。お疲れ。明日9時に店舗集合でお願いします。はいで、ちょっはい。と一点報告があって、ちょっと申し訳ないんですけど、カメラって回せます？ええよ。めっちゃ風呂上がりやけど。あ、すいません、お願いします。ちょっと待ってな。オッケー。回したよ。あ、いいですか？どうしたん？実はなんですけど、うん。私9月20日をもって結婚いたしました。おめでとう。ありがとうございます。いや、なんでカメラ回してもらったかっていうと、ほうほうほう。やっぱりその視聴者さんの応援もあって成り立ってるわけじゃないですか。そうやな。正直、まあ視聴者さん的にはどうでもいいと思うんですけど、まあ個人的に一応復活していようかなって。ああ、なるほどね。そう、前から聞いとったしな、俺は。結婚するって。で、まあ、よしきチームからも、まあ、いつも、しもほんま頑張ってくれてるからさ、まあ、世話もらってるし、なんか席入れた時に、なんか、プレゼントしようかって、みんなで話しとったんよ。え、そうなんですか？でも、安心して。間に合えへんかった。しかもさ、まあ、明日、兵庫やんか。で、そんな新婚ほやほやで、な、兵庫行ってくるわって。嫁さんにもさ、ちょっとまあ申し訳ないし。だからまあ一応チームでは用意してるんやけど、まあ俺からもなんか個人として、なんか買ったんで。え、マジっすか？ええよええよ、そんな。ただまあやっぱ、今まあこうやって動画回してるやんか。でまあ見てるみんなもさ、まあ、普通の実践だけじゃなしに、それプラスアルファ。で、なんかまあ楽しんでもらえるように動画通してプレゼントしようかな。せっかくやしな。全然いいですよ。だからその方がまあ、ピリつくっしょ、まあ、気分が。確かに、後ろで見ててヒリつきますね。そ やなぁ。でもまあ、なんか、パッと思い浮かぶので言ったら、まあ、なんか、ジャグラーのビンゴあったやん。前やったやつ。何でしたっけ、ジャグンあ、ゴそう、でジャしグンたっゴ、ジけ。ャグンゴ。それ、まあ結構パクって、で、その、明日、まあ取れる台、抽選もあるけど、まあそれ次第で、その、枠埋めていって、なんか3連以上で欲しいやつ何でも買ったるよ。マジっすか？何欲しいの、今。パルミューダのトースター、わかります？わかるよ。高級のやつな。なんかおしゃれなやつがあるんですけど、それ欲しいですね。OK、ええよ。だからまあ、明日、ビンゴな、もし達成できたら、勝ったるわ、じゃあ。うわ、期待しますわ。もう、おっちゃんに回しとけ、そういうのは。まあ、そうですね。じゃあ、よろしくお願いします、だから明日、また9時で。お願いします。おやすみ。お休みです。失礼しはいます。はーい。はい、ってことで、9時半になりましたので、 LINE 抽選が始まりました。だマックス1000なんで、熱いです。じゃあ一応スロットの台数240台ね。って感じで、キコーナ尼崎本店さんのこのスロットウェブ抽選、多分これ押したらもう出てくると思うんですよね。いきます。下のために、4番やばい。これ待ってくれ。これ多分早まんねん、こっからまだ。いや、待って、来たかもしれん。やばい。どうもー、お願いします。うわ、いけるかもしれん、待ってくれ。無理か。無理なんや。全然無理なんや。しかも犬屋さんも無理やし、新よりもダメ。いや、これもう番長行こう。あ、番長も埋まってきてる。これ行かなあかんわ。急がな、急がな。僕ちょっとミサオパネル、ミサイパネル打ったことないんで、ミサイパネルにしていいですか。久々の番長ゼロでございます。久々の両番、大事にいこう、これ。ということで、今日は皆さん、ありがとうございます。埃を捨てて下克上やりましょう。では本日、キコーナ尼崎本店さんでいきます。せーの、下克上。ありがとうございます。下克上。はい、ということで、ご無沙汰の番長ゼロでございます。やっていきましょう。よろしくお願いします。てかもう 6.5 の波がえぐいね。これはちょっとカモネリ打てんのはしばらく先かもしんないです。いつ打てんねんってな。まあ、その僕もね、やっぱり、まあ、今日の埋まり具合とか見ててもその通りなんですけど、やっぱ休みの日とかでも 6.5 打ちに行ってるんで、あんまり触ってなかったですね、番長ゼロ前に打ってから。
だからあんまりそのアップデートはできてないです。まあでも今日の軸はやっぱうちのチームリーダーの下にプレゼント、まあ、別途で渡したいっていうのがあるんで、まあ、この番長ゼロでしっかり勝ってバーミューダチャレンジでございます。チャンスアップはないんでだいぶ厳しい。ただこの後ループ調子ゼロモード、あーないか。ちょっとあのビンゴの内容なんですけど、僕が作っていこうかなって思います。前ジャグンゴやったんですけど、その時の内容やとむっちゃきつかったんで、あれ達成できてなかったんで、まあ、あれぐらい難しいとちょっと俺プレゼントできないんで、まあ、今日はちょっと特別な日やから割と甘めに作ろうかなって思います。ってことで考えました。その名もバミュンゴです。まあ結構、まあ、緩めには設計してるんですけど、まあ、ちょいちょいむずいところがありますね。ライジングと乾燥と、あとは、まあ、ラッシュ7回とかも下やったら結構きついかなって感じ。それ以外は売ってたら多分出ますね。で、まあ、特別賞として絶頂もしくはフリーズ、まあ、超満ですね。引くことができれば全開放でございます。ということで、まあ、そのあたりをめがけて頑張っていきましょう。一応3ライン以上、3ライン達成したらバミューだね。あ、これ1回落ちるからいいよ。あ、だってこれもらったかな、多分大丈夫でございます。はい、特訓。これ熱いしね。そう、前見逃しとったんですけど、特訓中にゼロゼから揃いしたら大谷濃厚です。あと対決中も OK。 それはもらいました。2段階落ち激アツです。なんなら10トンまで一気に落ちることあんねんけど、それはもう当たり、ローラースケート大丈夫ですね。当たりました。3人チャンスアップ。で、これマザワが焦げてくれるでしょう。いや、まあまあ OKOK、 さあ大丈夫ですね。早速待って、これあるよ、これいきます。ナイス。さあこれマザワまで行きたいですね。待てこらミッキーで、待てこらもう一丁欲しいよ、頼む、いきます。うおー、マジか。ごちそうさんです。投資1万、309、前と一緒の流れや。こう設定いただきっしょ、これまだ分からんけど、あのね、確率ちゃんと出てて1点も全然いけちゃうんですよね、これ。けど309はまあこれだいぶ早いよ。まあ前に比べたら遅いけど十分早いです。はい、これ結構いいラインでいってくれたな。前半のケツって感じ。まあでも青やけど、さあ結局ここでいただきサイズで頑張らんと無理なんでね。OK、 1ゲーム目にこれはうまい。さあ、ストック持ってる状態から欲しいのは波出しの演出です。ナビがないときに演出が来たらレイヤーになるんで、これうまい。さあ、これ2個目、もう1個欲しいですね。ってことで2セット目。さあ、これここで行かなきゃいけない。ナビいらない。よし、オッケー、うめえ、マジうめえ。早速来てますね。あるよこれ、この流れ。特殊な当たり方したら単発あるあるありますけど、今日の俺は強いぞ。最後か、ライジングプラス1000ポイントね、両方取りよう。さあ、本日1発目の運試し鉄拳戦隊ランプ赤、ナビいらん、出るか、3個、いやー、青だけやめて。あー、これはきついか、無理やな。割れたらおもろい、まあそうやわな、これはしゃあない。あれマジでうまいわ、すげえ。さあ、継続、タコみたいに粘ります。今日嫁にラインします。嫁ライン案件や、これごつい、まあまあごつい。俺今日引き強いわ。OK、 では行きましょう。それは言わない約束よ。
さあどんだけ色上がってくれるかっすね。ゼロだだけよいしょー、オッケー。まあ下まで消えてましたわおもろい、やっぱおもろい。大丈夫、ここまで行ったら青菜の可能性も上がってるんで、なんなら絶対終わらせてもいいよ。子孫繁栄。はい、いきます。まあそれは無理いついけんねやろな。赤鳴らすね。いや朝から気持ちいいな。でまあここに関してはまあポイントどんどん貯めていくのはもちろんなんですけど、ここのポイント貯めるプラス一発抽選があるって言われてますね。だから途中でなんかデカルミが降ってきてみたいなパターンがある。その抽選受かっとったら最後揃うよみたいな感じですね。まあ基本的にはまあこのポイント貯めて最終ジャッジっていうのがメインです。一応まあそのいただきチャージの累計の1000ポイントの話なんで、今のはビンゴではないです。ないか。はい、ってことで終了。まあ駆け抜けへんかっただけマシっすかね。まあそれより得たもんが大きいんで372枚。まあちょっとこっからの展開が楽しみになりましたね。これ朝一の直撃で2枚目っす。いやめでたく天井ですわこれ。これガチであるあるやな。浅いしこれ以上ないスタートしたと思ったら天井ですからね大小えぐい。3枚目、これで天井です。まあもう1000円あれば足ります。さあこれで600ゲーム天井です。朝から天国と地獄ですわ。はい、ということで当たりました。2万1000投資青欲しい。なんならバー止まれ。ああそうか、青長いな。いやこれ決めなあかんな。天井で AT なしが一番しんどいんで、いやちょっとゼロズから引いていこう。緑まではいかんとな、勝負なれへん。頑張ってはいるな。いやこれ頼む、こっちうまい、マジうまい。それおぉめっちゃ行った、オッケー、素晴らしい、まあ、うおすげえなそんな行く、ありがてー。これ一個、まあ、特殊な打ち方で順押しして赤奈良を枠下に狙います。ほんなら青奈良やった場合は青まで滑ってくるんですよ。逆にゼゼリーかが止まった場合は近くなりますね。あーこれごめんなさい、俺の寝足ミス、すいませんよし、じゃあ本日2度目のいただきロードやっていきましょう。砕け散れ。この突入画面かっこいいし、かっこいいですよね。さあ一発目のいただきチャージで上乗せできるかが肝でございます。そこにかかってます。ここまでいかんの結構珍しいな。ああいかったここや、強制ですね。これロング来い、スマッシュ食べろ。ああ違うか、まあまあまあ青っすね。なんか強制で引いたらレベル高いの欲しいとかありますよね。これ頑張れ。いやー無理かー、まあしゃあないな。期待しちゃうね。チャンスモード核なんでちょっとこれなー、いただきチャージ3発が痛いところや。行ってくれへんかな。そやな、いかんっすよね。残念、238枚。これよな、しんどいの。しんどいとこ出てるて。どっかで間違い起こさなあかんっすよね、これ。番長ゼロ。伸びきらへん。次、頼む。誰？あ、町長。え？いや、どうやこれ。勝っちゃい。頼む。まあ、そやばな。いやゼロモード勝てねえ、ちょっとやばいな。直撃と、まあ、モード以降まだええかなぐらいなんで全然分からへん。これこのままやとちょっとバミュンゴ怪しいからね、マジで。なんて先までした。
圧でエグいやん、嫌われるやん俺これで無理やったら。いや多分悪くないねんけど、ほんまに多分4マジで勝てんことないねん。もし玉作ってからっすね、こういうのって大体始まんのは。1000枚ぐらいもし玉作ってからだいぶ安定してくると思うんですけど、そこまでがしんどいな。ちょうど3マスね、4枚見れたくなかった。バーだけやめて。いやー4枚目です、鬼畜や。あかんのこれ、ゼロモード。なめとんかよこれ、負けたくない。もうマジで大概にせよ。5枚目です、シャレならへん。あーいやー、あー天井行ってんねや。はい、当たりました。606ゲーム、うますぎる。わかったな。48000、完走分ぎっちりですね。トントンまで持っていこう。それで手を打つ。これ入らんかったらほんまもう知らへん、許せへん。ナイスゼロズから、うまいよ、うまいよ。そのまま行こう。さあ一旦黄色、いいペースで割る。いやこれは頼む。うわーよし、あるよ。この段階で緑、あと8ゲームあります。いいぜ。さあベル、オッケー。あとどでかい波1回で赤いきます。さすがにいける、6ゲームあるから。よしよしよし、危ないからほんまに。赤まで行ったら責任持って揃ってくれよ、頼むぞ。絶対外せん、こんなんデカナビ来てくれよ。どうやチビ、うわでかいんやけど、いけるでしょこれ、いけるよな。うわ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 、いやまだあるまだあるまだある、これラストチャンスや。うわ違う、あるよね、赤帯やで、ね、うそや、揃えよ。もうほんまにやってんかこれ。泣いていいんだよ、これやばい、マジで。もういやでも動き悪くないのはもう確実なんすけどね。せっかく久々に撮った両バンド番長セラね、もうこんな形で終わらせたくないっすね、こんな情けない展開で。あとまあその下のバリムダチャレンジもあるんで頑張らなあかん、これほんまに。6枚目、正直朝一300回転で直撃した時勝ったと思ってました。こんな6枚見れてる未来全く見えてなかったっす。何があるかわからないですね。あー一回せやな。いやちょっとこれ流れ変えようか。前流れ変わったタイミングで何やったっけ。あーご飯行きましょう。回ってんの、回ってます撮ってんの、はい、ちょっと今の状態だとコースター欲しいなんてちょっと言えず言えずさらに負担かかるじゃないですか。確かにな。そんな気使われとったらあかんわ、ね、言うて久々やもん、パンチョーゼロ久々によって、こんなしょっぱい展開の動画出してもうたらあかんわ。大概飯食ったら流れ変わるから、ほんまにマジで、それはほんまにそう。頑張ろう、一緒に。はい、下克上。よし、ちょっと仕切り直しですね、これで。いきなり猛獣し、これ、行ったから。おっと、これは、え、バーレス確定よ。わっどういうこと、249ゲーム、いきなりボーナス。これガチ流れ変わったかもしれない。 OK、 いや素晴らしい。うわ、青や。通常時の青ならは絶対に決めなあかん。 AT 中はしゃあないにしろ。ここか。
飯うまいが飯バズに変わる瞬間です。これで感想とかするもんやったらほんまにあるな、それ中で買えるあれっていうの。5万4000円やな。びっくりした。ただ緑っすね。赤割いかへんか。4割よ、OK。 どうでか、もらった。いや、いける。いや、大丈夫。3回目こんな変わるかってな、怖いわ。よし、じゃあやっていきましょう。本日3度目のいただきロード。まず感想、おっ、強烈ですね。青かー。いやー、ライジングやろう。ライジングしかないよ。いやー、あれ、よし、まず1個目。あと2個、あと2回乗せなあかん。ナビいらんよ。一回乗せただけやとダメなんや、これ。ある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 。うー、ないか。うわー、マジか。せめてチャンスモード。あー、違う、ここしかない。いやー、まあもったいか、ないよな、さすがに。そうやな。さあ、こう設定したの弱っすね。いかへんか。まあ、こう設定したは出るよな。267枚です。まだまだっすわ。あ、青ダラ引いたわ。青ダラ引いたから1個開いた。ついにバミンゴ奇跡の1歩目。もう正5時ですかかりすぎないよな。オッケー、よーし、止めた。いやー、まあでも今日の俺からしたらよう頑張った。これは486枚。まあでもこれで700枚ぐらいもう下もできたんで相当ありがたい。追加投資止めれました。ゼロモードしっかりこっからまあ立て直してじっくり攻めていけば十分まくれる。見えてます。うん、あのバドミントンと一緒。オッケー、324ゲーム、20ホールです。2つ目。バキやめて。オッケー。サークナラでございます。いいよ。お。さあ、そんで、ゼロ時から。ボーナスからのいただきは上達しまくってる。すごいね。これは入れなあかんやつや。あ、しかも、うー、うめー。ボーナスからのいただき超うまなってますね。 OK、 さあ赤までいきました。レインボーいけそうやな。 OK、 素晴らしい。これ一角っすね。だから枠内に青ならが止まったらもうその時点で青ならなんですよ。赤ならを枠下狙ったらこういう狙い方もできます。 OK、 じゃあいただきロード、これ5回目。1000枚だぞ、一撃。まずは一撃1000枚でビンゴを開ける。こんなことないか。いや、青なんや。ちょっとそろそろ追い込んでいかんと1000ポイント貯めんと間に合わなくなってきます。1000ポイント貯めんと多分ライジング入れなあかん気がするんだよな。 OK、 OK、 気持ちいい。ごめん、うまい、よう取った。これここ勝負どころ、このセットで決まる。うわー、あと1回行くだけでいいんですよ。ラビーらへん、弱役でいい。ラスト
うわぁ、ないか。君はやればできる。まあまあ OK。 ああ、いかんのか今の。待て、オッケー、チャンス。さあ、いただきチャージ。赤来たー、レベル3や。これは絶対伸ばさなあかん。2周する。さあ、ゼロズからの確率が全然違います。1と比べたらもう運命の差。これはもう一発、え、なんか2個持ってんねんけど。なんでよ、おいしい、ここしかないやんじゃん。だからその前の弁当で取っとったってことなんかな。でシャンス目でみたいな感じかな、分からへんけど。この現象は初めてですね。ここマックス止めるチャンスでもある。70周させる。おい頼む、赤やと分かってんのか。赤で一発も鉄拳先生なしはダメよ。ここしかあらへん、超絶勝負どころ。やばい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 、やばいて、やばいて、やばいて、やった頼む。オッケー、気持ちよすぎやろ。まあまず決戦1回目。さあ今ためればためるほど今ゼロ畑いるんで色が上がっていく、抽選してます。これもう見えた、ライジングぶち込んでここのポイントマックス、ダブル開け。おっしゃ取った、いいよいいよ。赤を最大限生かす。受け世代ナビなし、ライジング3ついきます。1、あー青か、青やな。これは二重コース、いやでも赤なんでまだありますから。まあ、言うて赤でもここまで計測したらゼロ手からの確率はかなり落ちてる。おいおい、もう一回やらせてくれよ。レベル3こんなもんじゃありません、まだまだやります。いやもうちょい欲しいよ、あるよ。さすが、さすがの3。これもう1回やな、もう1回あるわ。さあ6回目、あと2回乗せ、あとちょっとやね、見えてきてんだよこれ。あれ、あー惜しい、あと250ぐらい。鉄拳先生まで行ったら届く、ギリゼじゃない。オッケーオッケー、いける、あと1回。さあ命つないだ、あと10ゲームで1回。いけるいけるいける、絶対いける、絶対いける、絶対いける、取ってくれ。あるあるある、うわあるよこれ、うわあ大丈夫、やばい、あと200もないのに涙し、頼む、うわあダメだ、あと1回でよかったのに。まあまあとりあえずゼロ畑で、これ多分だいぶ上がってくれる。何本あるぞ、3、4、5、あー緑止まり、真っ赤に、まあレインボー行こう、これ
2回引けば OK なんで、まず1回目、あと1回、これ赤の勝率 80% ないと思ってるんで、僕レインボーにしときたいっす。いったかなー、あーやっぱ勝ったな、これ普通に。よかったよかった、赤で負けんのが一番寒いんで。あはな、チャット？チャット全くないっすか？さすがに？さすがにパラダイス。あの赤マジで勝てんわ。8割嘘っすよ。500枚に落ち着くてこれ。あっこの、あっこの絶景先生やったな。500枚の壁なんよな。あ、な、落ちそうで開かへんっす。マジで落ちかった。あ、これ決めなあかんかった。いや、でもやっぱまあ、設定に関してはやっぱ確信に近づいてきてるから、絶対結果はついてくる。いつか。まあ、じわじわまくってきてるからね、今。まだ顔出せへんわ。では行きましょう。追い上げてきたぞ。チクークジ来たー。ストック取ってた。これじゃいかん。じゃあ500枚や。483枚。着々と湧いてきてます、バビュンゴ。バビュンゴ次で、いただき、これ7回目になるんで、右上も開きます。俺のターン始まってるこれ。待ってくれ。現状まであと94ゲーム。ビッグやったら許す。まだ分からん。オーケー。ラストチャンス。コパンダ。なんならダブル。すごいでしょこれ。うわやってるわこれ。おめでとうございます。飲まれました。追加投資です。7枚目っすね。やばいっすよこれマジで。天井マシンやね。オス番長ゼロ天井バージョン。よし当たりました。606ゲームです。引かず。うわーちょっと納得いかんな今の。この時間の天井する効く。バチバチ効くこれ。あかんでもここで逃げたあかん。逃げたあかんやこれ。いやこのままじゃ終われない。帰られへん。まあ正直一撃ではまくれません。もうそれはもう分かってます。ただまあ連撃でまくることはできるし、あとまあ今日の軸はやっぱりバミュンゴなんで、それをやっぱね、まあこれやってる以上この番長ゼロでしっかりそれ達成して、その企画通してプレゼントしたいなっていう気持ちやっぱ強いんで、やるしかないんですよ。8枚目です。もうダメだ、おしまいだ。まあこれ7回目が勝負かもな。ライジング7回目でワンラインでしょ。一撃1000枚やろあとで、完走でもうこうよ。これそう、魔のトライアングルに俺は今8万入れてる。ちょっとうちの精鋭部隊が全員お亡くなりになったんで、次の部隊です。予選これさすがにいかついっす。もうシャレなれへんくなってきた。こんなことあんのか。今日の俺朝一直撃してウキウキしたら、キー取れたら9万入ってる。こんなおかしい話ないよ。いやーこれはほんまにやばいわ。結構いきますね。さあ502ゲームです。なってるよ。あるよこれ。これさあなんなら直撃ないかな。いやさあ、ベーゴマか。あ、いいんですし、チャンスアップあれば
あ、ないか。出てこい。いや、出ない。無理か。あ、当たんねえや。さあ、522ゲーム。なんかちょっと変なところだったけど、まあ、チャンスボードか。8万1000です。いやー、ボーナスか。いや、ワンチャンいただきかな思ったけど、これさ、負けやったマジで。おい、上がれ。今日は青1回だけやな。まあ、やっぱそういうとこもな、やっぱりな。さあ、行ってみましょう。トドロキに託す。ガンガン引いていこう。もうさ、めっちゃハマってんすよ。いただき感めちゃめちゃハマってんすよ。もう2000弱ハマってっから。ガンガン引いていこう。これ最初10ゲームで半分までいってます。うまい、マジでうまい。そのまま、うわー、うまい。チャンスめ。これでどこまで行く。いいよ、いいよ。あそこまで行きました。いやいや、もうこれ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、さすがに大丈夫、さすがにいける。ガスラ、ガスラはずがない。よっしゃ、男岩もらったー。いつぶりやこれ。どんだけ余ってんねん。高校です、高校です。皆さん決めます。いかんです。ダブル出ますね。親子で赤、いいよ。さあ、いただきロード。これで7回目、右上開きました。俺はまだビンゴを諦めてない。絶対完走させる。よし、8万1000からの奇跡見せます。さあ、行きましょう。俺が今日はもうどんだけ楽しみに番長ゼロ座ったか。もうここ最近ずっともう抽選悪かったんですよ。ずっともうメイン座りたいなと思ってきてました。やっと報われないよ抽選。こんな形で終わらされへんよ。最後にかます。このまま終わらすわけにはいかん。この頂き俺の全力です。見といてください。プッシュして、せめて黄色。いや、いいよ。高校勝負どころ、駆け抜け。絶対あかん。いける、絶対いける、絶対いけます。旅立ち出会いくあるよ。違う。うわー、大丈夫か。ある。いやー、くそー。いや、わからんぞ。まだわからん。熱い。うわ、弱い。いや、弱い。頼むわ。オッケー、揃います。これさ、青なんや。よう持ってきた。いじりじゃない。よし、一発目。よし、二発目。ここや、あと一個、あと一個でいいね。波なし演出ありで OK。 それだけでいい。よっしゃ、気持ちいい。最高。しかもチャンス目で決めた。これだ、鉄拳戦隊2個欲しかったっすね。こっから見えてます、この魔のトライアングル。いきます。こうや。1、2、2個あるよ。色青以外。うわー、いっちゃんこれ青なら狙いますね。一応まあこうやな。超えたらおもろいよ。無理か。ビビゼやんか。もうマジかよ。さあ、これでラスト。これは言わない約束。まあゼロ型にはもちろん行くと絶頂引いたるか。もうもはや
オッケー、レイも行きます。よし、青空持ってきたいっすね。この後の終わる王道ってのがもう通常モード持ってきてポイントゼロになってストックもできんってパターンなんで、青空持ってきてチャージのストックしたらまた伸ばせる自信はあるんで。さあ岩尾さんですね。あ、岩尾さん、牛尾さんですね。こうやってきてどうないか。エンジマスコン来たら胸安。まあないよな。いやー、ヒルつく。ビッグはビッグなんで行きます。頼む。ビッグ、うわー、いけんわな。青がいいなこれ。くっそー。いや、ストックしよう。ストックしたら全然1000倍見えます。ラストチャンス、ここしかない。白黒つけるぜ。諦めんだ。あー、くっそ。ファイトじゃないのよ。だからホールド中に行こう。うわー、だー、なんかわからんけどこれ祝福陣あるからって油断してたが、ギリギリ当てます。ギリギリ当てるしかない。すぐ使っちゃうスタイルね。仕方ない。緑、いい、鉄拳センターまで行こう。あ、あるよ。うわ、バカ、マジか、それあるある、なくはない。これやめるか。くっそ、違う、ファイトじゃ無理。ここ、こういうのあかんとこはここ。ワンチャン行ってくれ。もう一回、いや、そっち、チャンスがある。弱点、上がらんか。いや、無理か。カットイン、ナイス、縛れ。うわー、頑張れよ。あと5ゲーム。諦めたか、諦めたか、諦めたか、諦めたか。弱い、大きくなってくれ。25%あんねんから、頼む、今のゼローズからでしまってくれ。ないかー。646枚。お疲れっす。お疲れさ。いや、ごめんね、なんかほんま、バミュンゴあんなと調子入ると思ってない。いやいやいや、ってかあの後帰られんかったんやろ。そうです、台風のな、新幹線が運休しちゃって。そう、それもやっぱ申し訳ねえなっていう。でしかもバミューン号もダメだったしって感じで、結果はこんな感じになって、まあちょっとほんまにもうやるせへん。まあこの話はええねん、もう今日は。そうじゃないのよ、やっぱ結婚したやんか。そんなめでたい時にそんな番長ゼロの俺のこの負けの語ってる場合じゃないそんな日じゃない、もうめでたい日やねんから、そんなもうネガティブな発言はせんと。やっぱ俺バミューンゴ無理やったけど、やっぱシもいつもめっちゃ頑張ってるし、しかも帰られへんかったってほんまはなおさらなんか申し訳ないし、やっぱお祝いしたかって俺個人としてもね、あの日頑張ってくれたし、まあちょっとあげようかなって思ってんねん。まあなんかなんならもう1点買いに行ったよ。まあ、バミュンゴはダメやったんですけど、まあ、シモはほんまいつもねめちゃくちゃ頑張ってるんで、ちょっとまあ買いに行こうかなってサプライズで思ってます。じゃあこれからちょっと電化製品屋さんの方に行きたいと思います。
出ました、バルミューダのプレミアムトースター、はい、ということでこれを買って送ってもらいます。マジですげえ、なんかちょっと寒いまあまあ、そらもうね、こんだけやってもらってるし、やっぱね、なんもなしはやっぱあかんから。いや、いい、まあまあ、いや、ほんまに、おめでとう、改めて。末永くお幸せに。皆さんもよかったら、質問に対して、おめでとうのコメント、もしくはグッドボタンとか押してもらえたら、喜ぶでな。見てますんでね、いや、ほんまに。よろしくお願いします。ありがとうございました。よしきチームの皆さん、この度は本当にありがとうございました。こちら大切に買わせていただきます。せーの、下克上。はい、ということで最後に本日の飛行の尼崎本店さんの店内の様子を見ていきたいと思います。犬夜叉と新鬼ありえん出てます。やっぱ 6.5 やな、まあ、なんか埋まった朝一埋まった騎士はもうまんま出てるって感じですね。あー、置き時もこの筋結構出てますね。ここの並びの置き時、あ、もうこれもだいぶ入ってる。グラフめっちゃ綺麗やもん、こんな綺麗に出るんやな。あとベルソナも出てるし、あとカマデリっすね。やっぱカマデリなんすよね、めっちゃ出てんな。あー、でもあー、ええ感じやな。 6.5 だいぶ全体的に強いな。バラエティ強いな。バラエティにある茶間が出てるし、あと蒼天砲も出てる。で、バラエティにあるモンキーが六角出たみたいですね。めっちゃ出てます。アネモネも遅いし、窓巻き前後編。ゲッタマもこれ高設定ですね。はい、っていう感じですかね。まあメインというか、まあ主力は 6.5 なのかなっていう感じに思いました。ただまあ番号悪い方のためにも、ちゃんと、このピンクパンサーとか、あとはバラエティ、しっかり入ってる感じだったんで、番号がまあそれなりに悪くてもちゃんと積もれるような、配置だったのかなというふうに思います。締めも悪い、朝の食器からこんなことになると思わなかったんですけど、まあ、これで終わりにしたいと思います。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。いいよ、だ違う、自分の直感信じろ。逆押し行きます。俺なら絶対いける。来いよ、来い。脳内の処理追いついてないっすね。すごいことをしてしまってる気がする。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたは、あっか、とんでもなくいいことが起こるかもしれません。